今日は蝶々結びができれば誰でも簡単にできる帯結びをしたいと思います。では始めます。まずですね、着物クリップ今回は2個必要です。そして半幅帯です。半幅帯はちょうどですね、こう半分の長さにしていただきまして、ここにちょっと目印でクリップつけます。で、ちょうどこの脇ぐらいですね、ここにちょっと帯板にこう挟んで、軽く挟んでいただきます。で、一回転します。こちらでですね、半分に折っていただきまして、上にしまって、ここですね、帯板にちょっと仮で留めていただきます。で、こちら仮で留めたクリップを外します。一回で巻いていきます。はい、巻き折りました。じゃあこちらですね、この仮で留めてたクリップ外します。で、こちら左手はこの帯を持っていただきまして、右手はこの下の辺ですね、持っていただきまして、ちょっとキュッと締めます。で、こちらこう綺麗に折っていただきまして、ここで一結びします。この時ですね、こう普通にこう上でから下に持っていただきました。ここの花ですね、ここに下から上に通します。引き抜きます。締めます。で、まずですね、こちら、まあ、どちらの、お色目を出していただいてもいいんですけれども、まあ、ちょっと半分に折ってください。で、こちらを普通に蝶々結びを普段されてる要領でいいので結んでいただきます。このような感じでですね、蝶々結びします。で、こちら羽を広げていただきまして、蝶々結びできました。じゃあこの長い方ですね、こちらをここのこの穴ですね、こちらに通していただきまして、このように出していただいて、可愛いかなって、こうなったらいいなっていうような感じでですね、ちょっと向いていただければなと思います。ちょっとこっちの羽短い方がいいかなと思ったら、ここ引っ張っていただいたらできるので、ここはお好みで鏡を見ながらやってみてください。ではこれ後ろに回します。帯板の次のこの帯ですね、ここをこうしっかり持っていただいて、こちらの左手はこの裾ですね、持っていただいて回転させます。よしました。後ろですね、こんな感じ、可愛いかなというような感じでちょっとチェックしていただいて、これで完成です。以上です。